これ、Wi-Fi 大丈夫ですか？大丈夫です。格闘技通通信、どうも4月20日ですね。4月20日ですね。もう本当に早いですよね。1年の3分の1ぐらいね。もう恐ろしいですね。恐ろしいですよ。さあ、はい、今週のおしゃべりテーマ、ベラトール、堀口、渡辺かな、菊入り、3人出場のベラトール、はい、というところで、あとまあ20分過ぎぐらいに、はい、あの男がやってくるので、佐伯さんがね、佐伯さんがもう帰っちゃってるんで、佐伯さんがやってくるんで、まあその前に佐伯さん来たらもう佐伯さん の、はい、あの ほぼほぼ佐伯さんの話になるんで、その前にまあもう、日本の格闘技界としたら、はい、まあ本当に大注目だと思うんですけど、そうですね、ベラトール、はい、日曜日になるんですかね、日曜日ですね、土曜日は土曜日がタイトルマッチですね、はい、そうですよね、なんで日曜日のベラトールのハワイ大会で、堀口君がレイボーグ、はい、で、渡辺かなさんがイリファレイ・マクラーレン、はいはい、で、キクイリ君が、はいはい、あのロシア人です ね、はい、そうですよね、ストライカーの、はい、あの連勝中の、はい、でも結構振り回す感じ、はいはい、振り回すっても結構力強い打撃を出して、でも組み合わせあんまできないなっていう感じなんですよね、はいはいはい、っていうところでですね、はい、まあちょっと展開予想しときましょう、はい、まあ、でもまあ今回、うん、やっぱりまあ一番皆さん注目するというのは間違いなく堀口くんですよね。はい、そうですよね。堀口くんの相手が、レイボーグ、はい。レイボーグってフライ級でもタイトルマッチを、はい、DJ でやってたりとかして、そうですね、でボクシング結構まあボクシングを やってくるみたいな感じですけど、はい、ちょっと判定の多い選手で、はい、まあね。すごいこうフィニッシュするっていうよりは、うん、なんか要所要所を取ってくるなっていう、はいはいはい、で、まあ、パンチもやるけど結構組む、うん、組んでくるけど、うん、なんかこうフィニッシュまではいかないけどっていう、はい、堀口レイボーグってキャッチウェイトだったんですね。ああ、でレイボーグって結構体重結構失敗するんですよね、はいはいはい、体重失敗するんで、うん、軽量失敗多い選手で、うん、UFC でもバンタムフライでやってミスして、はい、で多分バンタムでもミスってるんですよね、うんうんうん、でまあ結構判定が多くて組むみたいな選手なんですけど、うん、僕ね堀口君に関して言うといい言ってましたよね、ここは負けないな、はいはい、そんなにそのなんか打撃もまあ、全体的に要所要所抑えてくるっていう感じで、うん、でもそのなんかこうフィニッシュ力があるっていうよりは、はい、なんかうまくパンチがすげえ怖いわけじゃないんだけど、うんうん、あハイブライフさんがまだ言ってますね、あそうですね変わったんですね、はい、多分レイボーグが落ちないみたいな話したんでしょうねいや絶対そうですよ、はい、前もって、はい結構そういうのって結構話入ってきて、で直前でダメだマネージメント、そうそうそう、はい、マネージメントの方とかに話行ったりとかしてて、レイボーグが落とせないから変わった、はい、そうですね、130ポンドになったんですね、じゃあ58点いくつかみたいな感じですね、ゴメド、ハビブ、カティマゴメドスさんからも130ポンドになったんロシア人多いですね。ロシア人が多い。ハイブライフと。おそらくね。生粋の。生粋の。ロシア人が見てる。ロシア人が。日本語も分かる。うちロシア人多いですね。本当に。でもあれですよね。大沢さん言ってました。なんかちょっとペイント引っかかりやすい、反応しやすいみたいなこと言ってました。ハイブライフ、レイボーグが、はいはい。そうですね。ですよね。はい。誰と、レイボーグ選手、他の日本人なら誰と勝負論ありますか、うん、まあレイボーグで言ったら、うん、もうまさにまさにというか扇久保、扇久保となんかもう絶対扇久保だったら、はい、レイボーグならいけんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、今
今いいですよ、いい流れ。ハイブライフさんからマゴメド、ハビフ、カディマゴメドさんからの、はい、アデサニアさんからのこんにちはが入ってます。選手からの、すごいですね。やっぱ UFC ファイター結構見てんすね。UFC ファイターちょっと皆さんね、武藤さんはモスクワ在住ですって言ってます、ね、モスクワ在住ですか。ああ、ありがとうございます。強いですね、すごいですね。ロシア系強いですね、強いですね。この前だって一回ジョン・ジョーンズからもコメント入りましたからね。ウスマンも来ましたね。ウスマンも来ましたウスマンにいたって、そうですね、あれくれましたよね、スーパーチャット、スーパーチャットくれましたねそうですね、はい、いや本当にね、はい、やっぱ UFC のトップどころも注目してんでしょうね、この配信をね、はい、アデサニアさんから、アデサニア優勝できます、アデサニア、お前本当にそんな、やっぱり浮かれてないっすね。なんかアデサニアって自分の階級じゃないところの試合も見てんすね。これ、つりやくんに言っときたいっすね。はいはい、あの、いや、見てるぞ、そう、アデサニア見てるよ。だってコメントあったもん。コメントあったよ。ロードと USC 優勝できるか、ちょっとアデサニア結構気にしてるみたいだよ。はいはい、すごいっすね。いや、優勝してほしいですよね。優勝、まあでもね、僕ね、つりやくんは僕が優勝できると思ってますね、はいはいはい、まあ、ミスらなければ、はいはい、ミスらなければ多分優勝できると思ってますから、いや期待は絶対、だってレスリングめっちゃ強いし、はい、やっぱモカヘフを抑え込んだとか言うしね、はいはいはい、僕とマスビダルとガステラムの区別が言わないでください。大きさぐらいですよね。みんな区別は並んだら分かります。並んだら分かる。フレームの違い。フレームの違い。ガステラムはちょっとでかくて丸い。顔は似たようなもんです。顔は似たようなもん。大体みんなメキシコのヒゲ生えてるやつも大体似てるし、ロシア系でもヒゲ生えてるやつ大体似てるから。まあじゃああれですね、堀口さんは勝てんじゃねえかと。いや僕全然硬いと思ってます、ね、はいはい、なんか、はい、あんまりヒヤヒヤしてないですね、はいはいはい、でここであともう一個次の渡辺かな、はい、マクファーレンも、はい、これすげえ注目だと思うんですよ、はいはい、で勝ったらタイトルマッチです、はい、おそらく土曜日にやるタイトルマッチの、はい、チャンピオンとそうそうやる感じになります、ね、あれ土曜日やりますよね。あいつと誰やるんでしたっけ、あれ、ジュリアナ、この前ジュリアナ・バスケロス、渡辺選手が負けた選手ですよね、チャンピオンがあれですよね、何でしたっけ、どう忘れちゃった元沖縄出身のはいはいはい、UFC ファイターの、はい、すいません、ちょっと名前ください、ベラスケスは分かった、ジュリアナ・ベラスケス、カムシとベラスケス、そうそうそう、はい、で僕はモスクワのジムには、はい、あ、大沢さんみたいな見た目のミトさん、めっちゃ多い、ああ、本当にミトさん、モスクワ、ミトさんマジのモスクワの在住なのかな、マジのやつかもしれないですね、少なくとも行き来はしてそうです、行き来してそうですね、ミトさんマジなのか。これも注目ですね、でも土曜日の対戦、そうですね、いやそれに勝った方と、はい、あれとしたら僕おそらくリズカムーシュが、はい、勝つんじゃねえか、僕は勝つと思うんですよね、はい、おそらくね、はいはい、それで、はい、まあでもなジュアナ・ベラスケスも打撃できないわけじゃないですよね、はいはいはい、でそこに渡辺さんの、はい、あ、マジですだって、あ、マジなんだそうマジだモスクワからわざわざ見てですね大変なモスクワ、大変ですね、はい、もしかしたら、うん、リゾさん、もしかしたらハイブライフさんと、はい、ハイブライフさんとあとヌルマゴとかと一緒に見てるかもしれないですねロシアからね、今だってロシアって、あ、帰ってこれんでしたっけ、帰ってこれ、あ、来なくても来れない今の状況なんですよね、どうなんですかね、確かよかったっけ、分かんないですね、あれの状況でですか、そうですね、はい、なんかロシア人の人、うちの会員さんいるんですけど、はい、ウクライナ人の人が、はい、あ、ロシア人の会員さんいるんですけど、はい、ロシア人は行くともしかして帰れなくなる可能性あるから帰らないって言ってました、はい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 、なるほど、あ、
あ、ハイブライフさん埼玉ですって言ってますよ。あ、僕は埼玉です。え、ハイブライフって埼玉に住んでるんですか？ハイブライフ埼玉に、まさかに、え？まあ多いですけどね、あのお仕事してる人とか。お仕事、でもハイブライフ、ハイブライフ、え、マジっすか？それでアメリカ行ってんすか？試合の時だけ行ってんすかね？行き来してると思う。あ、すごいっすね。ワールドワイドだな。はい、はい、あ、まあその渡辺からさんと、はい、イーファレイ・マクラーレン、はいはい、これって、マクファーレンって寝技は強いんですよ。充実ね。充実なので、はい、しっかり寝技は強い、はい、充実っぽい寝技なんですよね。そうですよね。そうベースがそうだ、ね、そう、はい、でテイクダウンはそこまで強くないですよ、はいはい、打撃もそこまで強くないですよ、はい、打撃は渡辺さん、僕あんま怖くないなと思ってて、なんかでも渡辺香菜さんがタイプ的には似てるから、そう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 、なんかうまく噛み合えば勝てんじゃねえかみたいな。いや僕も、はい、マクファーレンだったら僕渡辺さん勝つなと思うんですよ、はい、で渡辺さんの寝技って、はい、柔術っていうよりはしっかりしたその、はい、なんか、うん、柔道家が強くなってった寝技みたいな感じで、はい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 、そのなんか結構こう熱っこくるところをバンってこうなんかバンって切れるみたいな、はいはい、で渡辺さんもすげえ寝技上手なんで、はい、でテイクダウンは僕絶対渡辺さんが取ると思うんで、はい、下から、まあ、もしバック取られたらやばいなと思うんですよ、はい、マクファーレンも結構こう熱っこい寝技やってくるん で、はいはいはい、で結構バランスもいいんですよ、うん、でもなんかこう強さがあるっていうか、こうあのフィジカルの強さを感じるような寝技じゃないんですよ ね、 なるほどね。渡辺さんフィジカルさらにそうそうそうとんでもないことになっちゃうんですね。そう体もすごいし。だからあれだったら僕は渡辺さん、あの僕は勝つんじゃないかなと思ってて。確かに四股踏んじゃったぜ。渡辺香菜さん見るとね、秀彦、そうそう、吉田さんね、はい、だからこれだったら僕が勝ってついにリベンジマッチ、そう、それであのベラトールの、はい、あのタイトルマッチ、はいはい、あ、まあ大ブーイング受けるなら、もう絶対ユーネクストでベラトールはペーパービューじゃないですよね、もう見れますよね、はい、ユーネクスト入っちゃえば見れるんで、はい、だこれベラトールのタイトルマッチをやる日本人、初の日本人なんじゃないですか、はいはいはい、女子のね、はい、うんうん、もしね勝てばね、勝てばね。で僕リズカムーシュとかだったら、はい、前1分でやられたじゃないですか、はいはいはい、粘れば分かんないんじゃないかなと思ってるんですよ、うんうんうん、粘ればね、そうですよね、はい、だから、はい、試合になってもう1回再戦になったら、うん、前はサクッとやれたから、うん、もうちょいやってみたら結構分かんないんじゃないかなっていう、引きずらないかもしれない、はい、ま、で多分 あんな1分そこだったんで、はいはい、なんかやりたいこと何も試せないうちに終わってる感じだと思うん で、はいはい、やっぱりこうしっかりちょっと打撃出しながら、はい、あの組めれば、あの、まあ、倒せば僕はチャンスあると思うんで、はいはいはい、カムシュ、はい、テイクダウンできるかどうかですね。なんかでもあの本人のツイッターでとか見ると打撃もすげえ練習今回してやってる、だいぶかなんかどこでしたっけ、どっかのジム行ってやり込んだみたいな話をしてました、まあ、それは本当にあの楽しみですね、楽しみですね、はい、まあでもそんなに大きく変わらないと思いますけどね、そんなに激変はなかなかってことですね、やっぱり、うん、打撃が一戦だけでこう大きく変わるって、うん、ほぼないんで、はいはい、まあなんかちょっと見えるようになって知らないうちに上手くなったなみたいな感じなんじゃないかなと思いますけど、ね、そうです、アデサニアさんからあの新入生最近彼女できたらしいですよって情報が、アデサニアよく知ってますね、研究熱心ですね、ゴシップネタ好きなんですね。ニュージーランドからあの日本の格闘技界を翻訳しながら、はい、あそこ空いてないかもしれないですかね、あ、ちょっと見てください、すいません、電話来てます、いや、まだ なってないですけど、開けっぱなしでビーってなる、あ、大丈夫です、大丈夫です、まあでもね、やっぱりもう待機してます、大丈夫ですか、まあ、やっぱあれですね、はい、本当
あの渡辺さんに関して言うと、はい、再契符来た。再契符。ああ再契符。ああそういうことか。今一服中で。ああそうですね。まああとはもう菊入君ですね。はい、菊入君の相手は、はい、まあ、打撃で、はい、結構勢いあるし、はい、フック系を結構打ち合える。結構コンパクトなフック、うん、まあガーってくる感じなんで、キクイリ君の方がシャープなんですけど、うん、ちょっとこう、なんかビビったらダメかなと思いますけどね、はい、でも組み技混ぜればあれと思うんですけど、キクイリ君が最近それ取っちゃって大丈夫です。皆さんお待ちかねの来ました。でキクイリ選手は大沢さんと予想的にはまあまあもうやっぱ正解とやるんだったらもう勝ちですよ、勝ち、うん、応援しましょう。はい、佐伯さん待ってました。ありがとうございます。今お好み焼きを頼んで、はい、来るもう来る前に来ちゃって食べれなかったお家で、いや近くの店で、はい、頼んで、はい、焼きそばまではちょっと食べたんだけど、はい、なんかカレーも美味しそうで、どこですか？いや会社の近くにあって、でお好み焼き楽しみにしてた、はい、間に合わなくなっちゃった。ちょっとよ。ちょっと僕来るから、どうぞ。あとで行きますか？まあ、大丈夫。はい。いやもう佐伯さん来たらもう一気にコメントガー入りましたよ。うん、佐伯さん。はい。ディープ何また何5月とかまあ面白いですね。大会すごいよね。いやーまあ大会どうでも儲かってますね。いやよく言うわ、多いってことは儲かるじゃないよ別に。でもだって今度でも客入りの感じでいくとでも今回はこれ先に言うと5月の7日に攻撃あるんですか、はい、昼が栄養選手のメイント、はい、ますで結構若い子が多いんでもともとはジュレスをそこでやるつもりだったんですよ、毎年昼夜公演で、はい、でなかなかちょっとジュエルズでメンバー的にも今来年に行ったりとかしてるんで、うん、厳しいかなと思って若手の大会にしたんですよ、うん、だからそれと昼夜公演と、うん、なんていうかなバージョンっていうか、うん、帰宅感を全部開放するとやっぱり昼間きついじゃないですか、うん、だから今回ステージだそうですよ、うん、昼は昼でも夜途中で帰れないんですよ。あそうだからもう後半はもうチケットないんですよ、はい、夜はあ昼と夜で売れ行きが全然違 う, そうだからステージにしなかったらもっとダメだから、うん、まあそういう意味ではなかなか簡単ないね後楽園のキャパになると、うん、でも昼だけでもまあそんなにまあまあまあね予想よりは売れてるって感じですか、うん、まあでも分かんないなまだ地方も多いし実際まあでも今後やっぱり出てくる選手が多いから若手も、うん、そういう意味では必要な大会ですけど、もうそこは投資ですよ。ああ、さすが投資ですよ。でも、うん、まあ選手にもギャラかかってるんで、うん、後半もまあまあね。そうそうまあちょっとそういう意味ではね、それは、まあ、そこはそうですけどね。うん、ね儲かる儲かないって金かけるかかけないかというとかけてない方が利益あったりするじゃないですか。まあまあそうです、ね。かければいいわけじゃないんですから。だからそこら辺は難しいですよ。うん、難しいですか。うん、そう。でも大会数あんだけやれるってことは。いやいやその分やっぱり反省の中では一個一個しっかりできるかって話ですから、うん、じゃあ例えば今本戦とかは今うち無料のパンフレットを配ってますけど、はい、例えば東京インパクトでもちゃんとパンフレットも作ろうとかね無料で、うん、いやそれがないとなんか手抜いてる見えるじゃん、はい、だからそういうのないように頑張ってます。5月7日 U-NEXT 見ますね。は5月7日は、うん夜のナンバーシューズは U-NEXT 見れます。 U-NEXT で5月の28のジュエルズは、うん、ユニクスです。見れます。で、その7日の東京インパクトと28の東京インパクトはメンバーシップしか見えないんで。ああ、なるほどね。全部を4大会見たい人はメンバーシップ。ああ、なるほど。なるほど。で、いう話してるじゃん。なんでだってさ、いや、ユニクスさんが別に払ってくれないから、はいはい、ユニクスが全部やりますよって言ってくれたら全然やるんですから、うん。そういうわけじゃない。やっぱり向こうも、はい大会を選んでるんで、実際、ね、そうでもジュエルズとかユネクスで見れるってなんかやっぱり衝撃ですね。衝撃です、ね、だって今回ね、伊沢選手と、はい、いやね、その選手も話になったんですよ。ちょっと、ぶり返していいですか、うん、選手いや、伊沢選手アムザロケット
案外やばいんじゃないっていう。僕は佐伯さんまたやったっていう。僕はみんな見た感じで言うと、44キロのチャンピオンと52のチャンピオンじゃないですか今。だから体重差に見えますよね、すごい。アムは44チャンピオンですよ。あ、44か。で、あれ UFC って誰でしたっけ？あ、いや誰ですか？タイ人で言ってたの。タイ人はアブズ、アイティープは、あ、違うか。で、あれに勝ってますよ。アブズロケット。アブズロケット、一本勝ちしますよ。あ、そうですよね。そうそう、で、あいつ誰でしたっけ？ブリックになんだっけ、なんとか選手ね。なんか、この間また。あの子には一本勝ちしてますよ。あ、プックプンミーみたいな。そう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 。だから、ただ、アムもやっぱり、ベスト体重は44。アム44でしたっけ？そう、もともとは。でも、で、なに、あの、そう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 。へ、で、40、今、ライジンの場合は49だったじゃん。うん、やっぱちょっと体格的に、ちっちゃいなってもあったんだけど、やっぱりここ何、あれ何年前でしたっけ、山本2、3年前だね、コロナの前から。だからそこから近づけてるし、絶対近づけてる。そうそう、で実際に体重的には本人は 47.6 とか8とか、まあ最初は 47.6 でやらせようかなと思ったんですよ、はい、別の人とね、はい、でそれって500オーバーあれだって 48.1 じゃないですか、うん、そうすると今回49.9しか変わらないんで、うん、そういう意味ではじゃあやっちゃえよみたいな。だってアムはメイタイで80センチだってキックのためもあって、うんうん、充実もクローブで全部優勝しますからね、うんうんうん、そういう意味では思ったよりも早いと思うし、いやだから、うん、先週で話してたのが、うんうん、これ伊沢さん、うん、ディープで負けるのとかいいのと思ってあと今回ディープで負けていいのガチな話でもう一個、はい、スザモリ選手とパクジョンって言うんですよ。パクジョン、いやこれウルフって言われてる選手、はい、このウルフっていう選手は、うん、昔うちでもずっと試合してたんですけど、はい、現在の韓国の女子の中で、はい、ナンバーワンツーですね。ナンバーワン、ローデンシーでチャンピオンシップでハムソイに負けて新ユニットに負けちゃったんですよ、はい、で新ユニットも一度勝ってるし、はい、事実上のMVP も取ってるし、うん、韓国ナンバーワンですよ、うん、女子のね、女子の。でそれが今スダモリってやるんで、そのぶつけてるんですよね。実際どうだから実際どっとどう違うかってね、はい、すごい大丈夫ですかそれ。だからそれも危ないですよ実際それ。あれブラックバスですよそれ。いやいやいや、ブラックバス放流しちゃってますよ。そうそう、だから大臣にブラックバスをね、国産業を駆逐し、うん、分かる分かる、しちゃってるんでしょ、うん、ディープでそれやる必要はないんじゃないですか。パクジョンはパクシュにも勝ってますからね、はいはい、きついでしょそれ。で、あとマッチ選手の相手の韓国人も3連勝中で結構勢いあるんで、結構今回は外国人含めて強烈だな。あとか感じですか。で、これあと俺もう一個言っていいですか、うん、ケイト・ロータスさんに結構厳しくないですか、いつも。でもあの子は MMA 初なんですけどいつも厳しい感じするんですよ。でもあなた見たことあるでしょ、ブレイキングダウンって、ね、ウェイタイの人で、ね、ウェイタイ向こうに現地住んで、はい、で彼女は今ずっと MMA の練習してて、はい、この間も日本来たんですよ、はい、結構強いですよ練習して、はい、才能あるみたい、相当抜かりないですよね。ちゃんとこうケイトローだったらブレイキングダウンちょっと注目して今までちょっと厳しすぎたからあでブレイキングダウンの、え、なんてことですか。僕ちょっとそのカード見てなかったな。さきさん、さきさん、はい、土木ネギさんに買ったんですよ。そう、結構そう、ね、こちら海選手が結構あのね間違いなく上がってきますよ、はいはい、センスはすごいです。へえ、だからいやもうブレイヤー出してるじゃないですか。もう何や、結構出し始めてますね、じゃあディップに。いやいや、だってブレーキングダウン、うちはいい感じじゃないですか、しっかり金も米のが出るのも時間の問題だね、これその話じゃない、分かんないけど あるぞ、これあるぞ、出してないけど本当ですか。ジョリーはジョリーそれはだから、いやいや、それは本当にガチでいい、ガチで誰も紹介してくれないですよ。え、ジョリージョリーも誰け、米を誰も紹介してくれない、紹介してって言ってもダメってことですか。なんかそれもなんか嫌ですよ、こっちが紹介してって言っても。
紹介してくれた。ただ、一つで、本気にたどりはいけるじゃないですか。一つで、でも、あんまりそれやると、うん、こっちも売れる方が出さなかった。あ、出さなくても、出してもいいじゃん。誰行く？じゃあ、誰行かせ？誰か行かそうか。いや、行くって言ったら、うちのエドとしても面白くないじゃん。だって、今、ブレイキングダウン出て、だって、言い方によっちゃったら、言い方さえ、いやいや、一回名前言って、名前言ってもお客さん連れて帰ってこいよって。いや、でも、それって、その話になっちゃうんですか。やっぱり、MM やってうちの中でも、そういうのに絡みたくない人もいるじゃないですか。で、絡みでも美味しいと思う人もいるし、その中で、僕らもコンテンツとしてあのブレイキングダウン出した時に面白いなと思う選手出さないかんでしょ、はい、ね、はい、そう考えたら意外と難しくないですか、はい、意外と、うん、じゃあさっきの話、伊藤勇気、まあ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 、あそういうとかね、例えばそういう選手とか、はい、いろいろあるけどなかなかやっぱり、うん、あの違うでしょ、うん、あ星野選手ブレイキングダウンと違うでしょ、星野選手だからそこが向こうの要望も考えた時に、はい、そうですね、でも荒っぽいやつは大体名前売りたいじゃない、いやだからそういうので不良はあのタトゥー入ってるやつは大体疑われますよ、音が悪いっていう、え音別に上がってますよね、音マジっすか、音量がさっきからカクカクしてない、マジっすか、うん、でもそういう意味では原小鉄さん、あの何か、いや、それでブレイキング側が面白いですって言うならいいよ、はい、同じプロモーターベースに行った時にもっと違う、なんか、だから例えば現役チャンピオンが出るんだったらまた話違いますよ、はい、だからそういうのも含めた時に向こうにもやっぱりなんか返してあげないと、俺もみくる君とかにもそうですし、まあまあそれはそうです、あの向こうに対しても顔が立たないじゃん、はい、うん、でもいますよね、いやでもそれは真剣にタイミングと場所とかも考えないと、はいはい、ねえ、そんな横田が何回も言ってもしょうがないじゃないですか、実際は、うん、でしょ、横田じゃダメですよね、横田じゃダメです、だから福田君とか、だからそういうのを、だってそういうのを好きな人と好きな人ってない人いるじゃん、そこの中も考えてバランス考えないといけないから、あんまりこっちもさ、ちょっとジョリーさんに紹介してとか言いにくいじゃないですか、こっちもそれはでしょ、出たら面白いですよね、まあ、でもユーゴさんまた出てきてますからね、うん、そう、あ、また出るって言ってんすか、そう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 、じゃあもう全然確実に、ちょっと、ほんと着実に出そうな空気ありますね、でもさ、うん、俺分かんないよ、次8だったっけ、次8、8って発表してんの、いやまだ、オーディションだっけ、オーディションだっけ、選手、誰か言ってんすか、いやいや、いや、やっぱり、ディープから誰か言ってますか、いや、言ってんじゃなくて、やっぱりなんか、やっぱりちょうどやっぱり本当にやっぱりミクル君だったりとかスタッフたちが優秀だと思うのはさ、はい、次の展開でさ、次韓国選手が来たりとか考えてるじゃん、うん、そのもうちょっと何て言うの、同じことやったらダメだっていうのは分かってるよね、うんうん、そうですね、その空気感今あるじゃないですか、はい、ちょっとなんか慣れてきちゃったっていうのが、慣れてきちゃった、もう暴れる、はい、そう、はい、そういう意味ではまあこれからまた新しいブレイキングダウンが見えるんじゃないですか、うん、いろんな意味で、なんかもう最近ベイキングナウのことまでしっかり語るんですね、まあこれが成り上がりも勉強しようかなと思って、オーディション形式したいじゃないですか、いやいやいや、ディープも何試合かオーディション形式にして、いやでもねまあ自分で言うとブラックコンバットがこの間もインチョンって大会やったんですけど、はい、YouTube 見てるとやっぱりね、映像の作りがうまいんですよ、あのね、うまいなっていうか、一つのずつの映像が本当にうまい、見せ方が、試合数少ないですよねそれでも5試合、5試合の方になったらすごいね、すごいな、どれくらい回ってんすか、いやもう今分かる、今だって1日後に出してるけど、1日後に出して 4,50 も全然回ってきてる、でも5試合でこうやってますからね、すげえな、だ映像の作りはすごいなって思う、センスだろうね、だからいい作家さんみたいな演じるよね、まあ、本人し、ブラックさん自身が映像をやってるんですか、そう、うっそ、そう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 、だからそういう意味ではなんていうかな、今までの大臣で見てきた佐藤大輔さんチックなものっていうのがあったじゃないですか、はいはい、その中にみんながモノマネして、うん、みんなが今煽り V を作ってるじゃないですか、はいはい、その中でいうとブラックコンバットの作り方は斬新って今までと違うよ、ね、やっぱりかっこいいっていうか、うん、見せ方が、だって前も廃墟でやったりとかね、あ、はい、で今回の予選は、うん、あれでは協会でやってるからね、いいですか、で面白い、で実際、ね、今回の本戦はインチョンのクラブになってるし、実際にはあれですね、なんか前須藤君がお寺でやったじゃないですか、うん、
極みみたいな。そうそうそう、あったね、あったね、うん、ああいう感じでやってた。だからなんか違う視点でやってるね。だからそういうのね、お墓とかね。そうだね、それは嫌だけど。嫌ですか、お墓かっこよくないですか。映像のね、それは昔あの本物はあれじゃないですか。昔あのパンクラスのさ、疲労道場の裏がお墓だったっていう、ね、ああやりましたね。そこに安田が住んでたっていう話があって。そうなんですか。結構すいません、電波がね、あれ見て、皆さん入り直すと声だけは結構聞こえるみたいなんで、はい、もしちょっと聞こえが悪い人は一回入り直してみてください。すいません。マジっすか、また、うん、機材のレベル上げてくれって言われて、これマジで。確かにね、ダメですか。いや、うちも今こういうマイクとか使ってますよ。あ、やっぱですか。やっぱ有線じゃないですか。まあそうだね、その問題結構あるんだよね。だから Wi-Fi がね。だからこの間も名古屋大会があって、はい、あの名古屋大会はメンバーシップで見えないんですかっていうことを言われたんですよ、はいはい、で僕はまあ前々から言ったように、うん、やっぱり各地にプロモーターがいるから、うん、やっぱりまだメンバー運営やってる大会もあると、うん、そこを自分のところに、うん、やっぱりまだメンバー運営やってる大会もあると、うん、そこを自分のところにやるわけにいかないですから、うん、東京でやる大会がいますよ、うん、でそのうち生でやりたいっていう話したときに、うん、交渉やっぱりじゃあうちでやらせてくれっていうプロモーター交渉してるんですけど、うん、ご存じ回線工事って1ヶ月以上かかるんですよ。あのネットで配信するために、うん、こうなきゃこうなきゃ会場に1ヶ月前か NTT に申し込んで、はいはい、1ヶ月以上かかるんですよ、だから気が付いた時は間に合わないんですよ、そういう問題もやっぱありますかね、だから今だと今日も今もちょうどそういう話してるけど、はい、無線のルーターかっていう話が出てくるじゃないですか、はいはいはい、でそれもやっぱり、うん、今の無線って素晴らしいって言うけど、本当にそれ大丈夫だろって話になるよね。ああ、ね、そういうことなんですよ。なるほどね。なるほどね。信用できるかどうか分かんない、ね。そう。なるほどね。で、結局それで、カクカクしても、俺がずっと配信会社が悪いじゃんと思っても、それ配信会社が謝るわけじゃないです。こっちが謝るしかないからね。ああ、そうですよね。食らうのはね。そう。でそういうところ、俺よく配信会社とか行って、はい、なんかクレームの処理とかって、ね、みんなメールなんだよね、はいはい、みんな電話で聞きたいじゃん、これどうなってますかって、はい、あ、本当は各国直った、そういうの受け付けないよね、はい、あー、なるほどね、試合映像はストレス半端ない映像で、そうですね、そう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 、はい、でもこれ難しいね、YouTube で生で例えば無料でやっててもカクカクしても言われるしね、無料なのにね、そうそうそう、でもそれがどん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 ね、俺もジョビンに言われてからさ、はい、あのリプレイ入れたりとかさ、はい、どんどん俺がかかってくるじゃないですか、実際治った、急に治りました。本当ですか、なんでだろう、やっぱ iPhone の有線 LAN 1500円で売ってるから、Wi-Fi がこれ繋ぐってことですか、はい、あのなるほど、有線の LAN ケーブルで繋ぐそれ何年言ってる話だ、それいやなんかめんどくせえですよねWi-Fi で行けちゃうから、へえ、今度ちょっと調べて、まあ、そうですね、そんな高いもの全然違うけど、うん、前にテレビで見てたら、はい、テレビが急に映らなくなったんですよ、はい、あの映らなくなって、はい、でなんでだって分かんないですか、はい、でも全部もう DVD とかゲームとか全部外して直接テレビだけとつなげても映らないんですよ、はいはい、でどうしたんだと思って問い合わせに電話したら、再起動があるんですね、今テレビって、ああ、はい、ありますね、はい、テレビも再起動するんですよ、ほんとに治りましたね、あ、そうそう、うん、だいたい一回再起動するやん、だいたい行きますよ、テレビを再起動っていう感覚ないじゃん、パソコンじゃないから、ね、あ、でもね、うちも ありますね、でしょ、はいはい、でなんだ、でももう、そうそう、なんかあったら一回線抜いてやるって、うん、はい、そう、だから困ったら再起動っていうのを、そうですね、ね、全部知らなかったわ、俺も本当にへ、ね、ところでどうなんですか、ディープとかの入れるようになったえ、こっからディープのまだなんかいろんな仕掛けあるんですか、うん、まだ考えてます、まあだからあれですね、今年は日本でブラックコンバットの対抗戦やんなきゃいけないんで、うん、あれどうなんですか、もうトーナメント今年やんないですね、賞金、いやまだわかんない、ライト級やるかもしれない、ライト級だよ、そうやるかもしれない、なんでかって言ったらブラックコンバットの対抗戦が9月にやる予定なんで、うん、そこにライト級が誰か出ちゃうと、うん、トーナメントそれじゃ出れなくなっちゃうんで、うん、だからその後かなと思ってますね、うん、ブラックコンバットのやつも入れちゃうと、まあそれもありかもしれないし、いろいろ考え、だから例えば今いるメンバーじゃなくて他団体の選手とかもっていうのが入らないと面白くないじゃん、うんうんうん、そこが今意外と引き抜いちゃいます、いやいや引き抜いちゃいます、違いますよ、あのちゃんと宇田君の時みたいにちゃんと交渉を重ねて、うん、お願いするとかいうことがないとちょっと面白くないじゃないですか、まあ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 ね、
だからその辺が集めればできるけど、ちょっと変化球もないとダメなのかなっていう。今質問で、はい、ブラック今晩とやる対抗戦なんだったら U-NEXT で見れますか、質問が来てます。ナンバーシーズンの中でやるなら見えますよね。なるほど。それが、まあ、特別興行でやるのか、はい、ナンバーシーズンの中でやるのかっていうのが今、はい、悩んでますよね。今セリさんからの質問で、はい、野外開催は今年やりますか。あのね、今悩んでるところで本当に。だから本当は実はこれもう初めて言うんですけど、はい、野外でブラックコンバットやりたかったんですよ。へえ。そう、どこら辺の会場ですか。お台場で。お台場で。はいはいはい。っていう話をしてたら、うん、ブラックコンバットから8月は無理だって言ったんですよ。暑いから。6月にうちとの対抗戦のための予選会やるらしいんですよ。はいはい。そうすると8月は期間がなさすぎて、うん、間に合わないって言われたんですよ。で9月だったら間に合うって言われたんで、一応お台場の外で撮れるとこ8月なんですよ。はい。だからそれが今現実できないから、それを悩んでますね今。ただキャパが3000ぐらいあるんで、変なことやるんだったらやめた方がいいかなと思ってるんですよ。中途半端な。ね、すごいですね。もうマジで雨降ったら地獄じゃないですか。そう、そのことがあるんですよ。雨のことがあるから一番の問題なんですよ、はい。晴れてもまあまあ夏のでもやばくないですか。やるなら夜です。絶対です。ただやっぱりそのさっき言った雨の問題があるんで、はいはい、で例えばプロレスだったら雨の中でやりましょうだけど、はいはい、じゃあ MMA で、うん、すいません今日中止になりました、じゃあ3ヶ月後に組みますねって言うわけいかないんですか。昔、はいはい、受験料まで待って。グアムでも大雨の中やりましたけどね。でもそれって昔の時代じゃん。今は競技的に無理じゃん。もう大雨の中もうびっしょびしょになりながら、MM やったんですか。うちの僕の後輩とか試合しに行って、すげえな。もうびっしょびしょの中で、ツルツルで、ツルツルの中で、真夏の外でやったら、はい、多分金網熱くて触れないと思うんですよ。だからもう本当に昔海でやりましたよね。え、海でムアハと一緒に海でやりました。あれも夜ですもん、はいはい、昼間バーベキュー大会やって、はい、で夜も無料でやったんですよ。へぇ、無料で楽しそう。でちょっと出店やってやったんですよ、はい、でマッハがスポンサー港に来たんですよ。へぇ、すごいですよ。すごい、さすが。でも面白かったですよ。昼間本当にバーベキューだけ200人ぐらい、なんか 今やっても良さそうなぐらいのイメージ。いやいや、でも一瞬雨降ってビビったけど、はい、実際には。でも夜その工事現場の明かりを立ててやったんですよ、はいはいはい、でも結構良かったですよ、本当に海の真横の、はい、海の上の横でやったんです、砂場の。なんかファンと親和性はありますね。そうですね。あ、そう、バーベキューも良かった、はいはいはい、すごい。ちょっとあのファンイベントみたいな感じでやるってことですか。だからディープファンイベントみたいな。だからリングサイドは前の方はスポンサー、あとは全部無料にしてたんですよ、はい、だから本当はそういうのをやりたいんですけど、はいはい、でこの間去年あれなんですよね、アマチュアは横須賀で、ベースの何て言うの、戦艦の横でやってました。三笠とかじゃなく、あのどっかの、そう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 、なんとか公園の横でやってて、あ、じゃあ三笠かな。そう、それで、はい、一応なんか、はい、有料でお金取ろうとしたら、はい、20メートル先みんな無料で見えるって誰も買わなかったんですよ。分かりました。もらって大変で、で俺行けなかったんですその時、はい、で結局音楽流せれないから、はい、誰かの車の中からカーステレなんか流してたんですよ、ミュージック。超だからそういうのも面白いけどね。面白いですね。まあね、だからそういうなんか、はい、大きい大会やるよりもなんかそういうものをやってみたいですね。面白いことね。そうそう、すごくそれは感じますよね。ああ、いいですね、うん。そう、面白そう。外もチャレンジだけど大きくやる時のリスクが大きいんで、やっぱりテントで 10m 四方ってなかなか大変なんですよ。はいはい、とんでもないですね。うん、あの 5-6m だったら大丈夫、強度の問題、はいはい、風とか怖いし、風も怖いですよね。そう、そこの問題クリアできないから、はいはい、ともうなんで雨で中止になってもいいぐらいの大会にしとかなきゃいけないですよ。ああ、なるほどなるほど。そこはすごく難しいですね。なるほどね。なるほどね。だからブラックコンバットは勝負かけようと思ったんだけど、はい、中止になったらそれでシャレになるんじゃないですか、はい、昔デモリッションとかも外でやりましたね、うん、5試合ぐらい、うん、だって昔の時代はさ、体重もそうだけど多少なんかやってもやれやっていう時代だった。いや、まあそうですね。今はさ、ちょっとのことでこれもダメです、うん、あれもダメですっていう時代だからさ、やっぱり違うの、全然それは、うん、体重もいろいろ失敗するやつも、そうそうそう、うちも含めてね、うん、そう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 だね。うちもあ、なんか やってたね、体重の問題を、この間体重の問題、うん、まあね、これがつぶやいたってことですね。でも
大沢選手は自分のところの選手しか見てないじゃん、はい、俺なんか主催者がどんだけ見てきたから、そういう人たちを事務所で倒れてるやつとかいろんな人をどんだけ見てきてどんだけの処理をしてきたかっていう話だから、これね、そこでまたいろんな、ね、あの罰金の問題とか、でも俺いつも思うんですけど、あのよく相手のギャラの何パーセントって言うじゃないですか、うん、罰金、うん、相手のギャラ分かるのって話。あ、そうですね、それって逆に相手のギャラ分かるって、うん、え、どういうこと、お前お前こんなにもらったのならない、例えば先に渡しちゃった時に、いやいや、例えば相手の審判はこんだけでした時、え、そんなに相手高くなっちゃうよ、はいはい、でもそれって自分がの戦うものに対してのギャラじゃないですか、もともと決まってるの。だったらもらうとしたら自分のパーセンテージをもらったらいいですよね、うんうん、例えば相手の 20% じゃなくて、相手の自分のギャラの 20% がプラスでもらえると、うんうんうん、でその人からそれを罰金もらうってしないと、なるほどね、本当のことですよ、ちょっとおかしいかなって、うんうんうん、おかしいけど、まあ、なんかあんまり良くないなってことですよね、うん、そう、だからその辺の罰金の問題もあるし、うん、僕らもそうだけど、でよくでまたいつも周さん見られてると思うんだけど、実際、うんうん、チケットを、ね、その買い取らなあかんとかいろんな問題あるじゃないですか、実際、はいはいね、罰金の問題とか、まあ、難しいとこですよね、罰金。だからこれって緩くしときは、まあ、前も言ったじゃん、ちょっとの例えば怪我と同じじゃん、ちょっとの怪我でも無理しないともうやめようと思う人も出てくるかもしれないし、だからいやすごい難しい、もう、そうだから利用するやつは利用するし、そうだからうちもね、残念ながらその体重オーバーして試合なくなって、あの何ていうの、罰金はないんですよ、うん、今うちは。で対戦相手のその何ていうの、飛んだ相手、うん、飛んだ何ていうの、自分が軽量ミスして飛んだら自分のチケットはちゃんと自分で何とかしなさい、うん、でも対戦相手はもう僕らは返しませんって言いますよ、うん、はいはいはい、もういいよと、でギャラ払うから、でギャラはもちろんもうだって大会前日じゃないですか、はいはい、例えば軽量オーバーで試合なくなったとしたら、はいはい、僕らは大会でギャラ払いますって言って、でチケット対戦相手ってどうですか、失敗したやつにオーバーしてないほうです、してないやつにね、で払ってチケットも返してもらいますよ、返してもらう、返してもらう、だってそれは売れないじゃん、そうですね、でしょ、はい、だからでその代わり、その代わりもうかぶります、それで、その代わり自分が やらかしてオーバーした方は、うん、自分の分は買い取りなさいよって話です、はいはいはい、自分がやらかした、まあまあ、そうです、でも相手の前まで買い取るっていうのは僕は難しいと思うんですよ、あ、そうですね、だからチケット売ってるやつとやりたくないんじゃないですか、あ、まあ、確かに、だからそこは正直言ってプロモーターがマイナスになるしかないですよ、もうそれは覚悟でやってますよ今、はい、まあね、だからもちろん試合がなくなった時にうわこいつ対戦で売ってたと思うじゃないですか、はいはい、うわちゃーと思いながら返してって言うじゃないですか、実際、はいはい、まあ時にはもう本当にもう今更返しまともしょうがない、それあげるから売るの売ってって、はいはい、自分でっていう時ありますよ、はいはい、へえ、すげえ、うん、そのぐらい僕らはそのぐらいのリスクはプロモーターもしなきゃいけないかなと思ってます、まあね、僕もプロモーターやったことないからそこの関して何とも言えないですよね、その罰金取るなとか、そう、うん、その、うん、じゃチケット買い取りがどうだとか、そこは僕はやってない人間があんまり言っちゃいけないなとは思うんですけど、でもさ、もしもさ大沢さんが大会やりましたってね、これとこれがやって相手が100枚売ってました、はい、その相手の方が、ね、10枚売ってなくて、これが軽量オーバーで試合できませんでした、でこの100枚どうするって話ですか、うん、頭の中で興行としてもう計算をしてたじゃないですか、はいはい、そこからその100枚がなくなっちゃったら、うん、どうなるって考えちゃうじゃない、うん、そう、でも、そこはね、団体によっては罰金もあるし、うん、買い取りとかね、そうそう、買い取りもあるじゃないですか、うん、でもそれも罰金だって10万の選手の10万と100万の選手の10万じゃ違うじゃないですか、うんうんうん、でしょ、実際、うんうん、下手したらさ、相手のチケット買い取ってたらさ、金額によってはさ、ローンクもなかったよ、5年バレーとかそうですよね、いやありますよね、そういうことになってくるからすごく難しいところでありますよね、いやだから僕もあんまりこうその自分の選手も失敗 してるし、すごく言いづらいんですけど、今のその流れとして軽量失敗は僕ね、もうね絶対なくせないと思ってるんですよ、そうだからよく他団体のところが3日目計量とか出しますよね、はい、絶対意味ないですよ、僕も意味ないと思うんですよ、全くあれはただのネタですよ、うん、だって
じゃあ3日前にそれ切ってなかったらペナルティーあるわけじゃないでしょ、はいはいはい、でしょ。じゃあそれは3日以内に2キロまでにしてくださいって言うなら分かりますよ、うん、だったらあれは全く意味ないと思う。そうですよ。で僕も思うのが、うん、大体失敗するやつ、うちも何人も何人もってか何人も失敗してきてるんですけど、うん、すげえ効くんですよ、うん、もう大丈夫です、うん、順調です、みんな順調ですって言うんですよ、はい、で3日ぐらい前になっても、うん、お前落とせる、お前この大術だ、大術絶対落とせますって言うんですよ。それで失敗するんですよ。でそれって大体そこの当日その1週間ぐらい前まで大体大丈夫で、途中でどっか怪我して走れなくなったとか、そのなんかこう想像してないアクシデントが起きて急に落ちなくなったとか、もう大体そうなんですよ。でそうなって結局みんなギリギリで落としたいから、全部うまくいった時に一番うまくいく数ギリギリの数字で落とそうとするから、ちょっとアクシデント起きた時にもう落ちないんですよ。でその、 水抜きって大体前日から前日でやり始めるから前日まで分かんないんですよ。だから朝方電話ともう終わったなと思うんですよ。やっぱりで、あとよく言うのは、うん、サウナ行くのも絶対一人で行くのやめてくれって言うんですよ。そうです、ね、で特に女性ファイター、はい、女性ファイターに男性ついててもしょうがないんですよ。だからやっぱりサウナの中で倒れたりとかもあるじゃないですか、はい、でもこれよくあるのが結局サウナ搬送されたから経営行きませんでしたんじゃないんですよ、はい、じゃあ倒れりゃせいじゃないじゃん、はい、でそれよくいい話じゃないよ、はい、でも経営馬と一緒のことじゃないですか実際、はいはいはい、でも結局女性にしても何かあったら僕ら連絡もつかないと困るし、はいはい、誰かが必ずついていかないと、うんうん、特に女性ファイターは男性ついてても役に立たないんで、そうですね、はい、そこはやっぱりいつも言いますよ、うん、ね、であとは、まあ、うちも実はルール変えたんですけど、うん、前あの計量は最終的に3時間以内になるじゃないですか、うんうん、でやっぱり計量の時間に遅刻する人とかもいるんで、もうそれが一応今だったら、うん、計量開始から1時間以内に来なかった場合は、うん、クリアしてもマイナスポイントしますよっていうルール書いたんですよ。いやだからね、それね、うん、ほんとね、あるのがね、計量失敗したやつね、行かないようにするんですよ。そう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 。これで行かないで、そうそうそう、いや、落としますみたいな。そうそうそう。牛とかで行ったら、いや、もうちょいとか言うから、いや、もうとりあえず行け。そう。とりあえず行かないと、もうどうにもなんないから、まず行ってこいって、もうそれ、お前それもダメだ。お前が落とせないのは、もうそれはお前の、あのミスなんだから、それはお前筋通すためにはお前が頑張ってるっていうんじゃない、まずお前筋通したいと思うんだったらまず行けっつって、そうじゃないと、いやそうじゃないと、まず一つの生存確認ができないんですよ、まず一つは。でどのぐらいオーバーしていくか確認もできないんですよ。でイコールその場でオーバーをだって言われた方がいいんですよ、みんなの前で。まあ一応ね、だからやっぱりこっちからすると本当に行方不明になったかも思うから、やっぱり僕は試合いくら交通の渋滞があっても1時間以内のところですか、はいはい、だから計量開始の1時間以内に来ないとペナルティー食らいますよってしとかないと、はいはいはい、やっぱり平気で2時間後にかくやつだよ ね。計量失敗したやつとかうまく落ちてないやつってビビるから、はい、あとみんなの前で恥かきたくないんで、絶対避けて少なくなったところで乗りに行こうとするんですよ、はいはい、お前それダメだよって、お前行ってこいとか、それはお前のそのミスなんだからお前行ってこいって、それは行ってこいって、お前待ってよ、メインで相手がメインの選手が来ないでしょ、いやいやこれやばいと思って、うちじゃないですよ、違う、やばいと思って俺会社の近くに車を止めて走ってましたからね、はいはい、いたと思って落としてるんですか、落としてる、はいはい、でも生存してるからまだよかったですよ、はいはい、これで俺もう行方不明だってどうしようかと思って、はいはい、いやね、あれね、マジで僕で佐伯さんのところに電話来る前に僕のところ来るじゃないですか、俺もうマジかってなんですよ、もうふざけんなやつ、もういやもうなんか試合のあれの時にで結構分かんないんですよ、本当誰がやるか分かんないんですよ、大丈夫そうなやつがやったりするから、大丈夫大丈夫ですみたいな平気な顔して言ってたやつが、すいませんとかってなんかどっかで俺だいたい本人じゃないですよ、だいたい本人じゃなくてそれと一緒にいるやつから連絡するそれこないだの話じゃないですか、いやそれだけじゃないですよ、あいつだけじゃないですよ、あいつだけじゃなくていつも
だって上迫の時もそうですよ。上迫の時も奥さんですよ。上迫もそうだったな、大変だったな。だからもうみんなあの事務所で大変なことやってるな。そうですよ、親木もそうです、うん、そうそう、いや親木、いやでもでもいつももちろん一応今うちのルール上ではこの後に点滴しちゃダメとかそういうのないわけですよ、はい、実際には、うん、だからやっぱり僕はやっぱりあのちゃんとした体調で戦ってもらいたいってのがあるから、はい、やっぱりあのそれが違法とかそういうのってないんだったら、はい、ちゃんと水分を搬送されたりとか、はいはいはい、ね、何人もが倒れてるんですよ、加減、はい、不足で、はいはいはい、でやっぱりそれを戻すのって絶対点滴しか方法がないんですよ、はいはいはい、だから本来で言ったら無理な水抜きをするんだったらもう正直言って計量終わった瞬間にもう点滴いかないと難しいですよ、はいはい、みんなね終わって安心してるんですよ、はい、安心して1時間後ぐらいに痙攣が起き始めるんで、はいはい、その前に入れとかなきゃいけないんですよ、あ、だからこの間ユーゴさんも救急搬送されたんですけど、あれも結局点滴打ってるんですから、やっぱり点、例えば俺わかんないですよ、この間海斗君もそうですよ、あれね、俺病院に行けっていう話でやったけど、うん、点滴打たなかったらどこまで戻るか分かんないですよ、うん、あの後偉いようになってほしいんだよ、あの点滴打って大体回復しますからね、そうで、うん、これはいつもの経験だけど大概死にそうなやつも、うん、あの点滴を入れて、うん、あのその日の夜って、あ次の日の朝だったら大体戻ってます、だから大体戻ってます、点滴であの経営はあーとか言っても、そうそう、お前絶対飲めば絶対大丈夫なんだから、お前試合がどうのこうの言ってんじゃねえよって、そうそうそう、お前舐めんなよって、俺も見てきてるからなみたいな、そうそう、で、で僕はその時にとりあえず明日の朝考えようって言うと、もう大概起き治ってるんで、そうですよ、あの意外とみんな普通に、でドクターからは絶対に腎臓だったけが機能が腎不全腎不全が腎不全って絶対言われるんですよ、そう、それは当たり前ですよ、数字、うん、そうですね、でそれをまた受けるから、はい、もうダメなんだと思っちゃいますから、はいはい、そうですよ、だからもうね、そうそうそう、もうそれもうもう僕ら何度も見てきてるんですよね、そうそうそう、お前計量行ってそれで水行って、お前あの水だけぶっ倒れて、はい、それで病院行ったら腎不全だよ、はい、だから絶対言われるって、だからこれ僕が前にも話したか分かんないですけど、はい、約12年前に、はい、僕はね、自分で試して減量したわけですよね、はい、で1ヶ月間で僕は、うん、10キロ落としたんですよ、はい、普通に、はい、で最後水抜きで朝から8キロ落としたんですよ、うん、8いったんですか、8キロ朝から8 キロあディープの100回切る時ですよ、はい、ああ10周年の時、はい、でまだうちの会社の近くにサウナがあったんですよ、はい、もうその間に今から計量するやつがみんなもう大丈夫ですって過ぎてくんですよ、はいはい、でもう俺もギリギリでやって8キロ落ちたんですよ、はい、で落ちてまあまあ一応何キロ、うん、OK じゃないですか、はい、でその後水飲んで、はい、ちょっと調子悪いかなと思って家に一回帰って、はい、一瞬寝ようかなと思ってさ、はい、でも寝ようって言っても寝れなくて、はい、でもこれ何か食べなかったなと思って、はい、コンビニのザルそば買ってきたんですよ、はい、でザルそばを開けて箸を使った瞬間にすげえ釣り始めたんですよ、ああ釣り始めた、でこっから、はい、あっもう何もないでしょ、はい、そっからどん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 上手くなって、はい、もうこうなってきて、はいはい、足がもう死にそうなぐらい釣ってるし、はいはい、気持ち悪いし、はいはいはい、もう何ともならんと、で結局救急車呼んで、はい、で救急車で病院行って、はい、でそっから点滴入れて、はい、おったら夜に復帰してたくさん食いましたけどねいやもう水抜きするとマジ釣るんですよ、そうそう、僕もこう、点滴してで水分取ろうと思って、そうそうそう、財布のお金取ろうとしたらここでピキーってなるんですよ、うおーと思って、ちょっとこうやっただけでピキーってうおーみたいな、そう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 、だから足なんかすごいですよ、もうカチカチですよ、はいはいはい、だからみんな同じ状況なんですよ、で一応救急隊来るけど命には別状ないっていうか、そこまでは急がないんで、なるほど、そうなんです、あのもうでも点滴しか覚えないでしょ、はいはいはい、もう点滴入れろやと思うんですよ俺全然、でもやっぱりやっぱお医者によっては、はい、量少ないとこもあるんで、はい、やっぱり知ってるお医者さんだったら結構量入れてくれたとかね、はいはいはい、あるしね、実際、はいはい、だからもう絶もうだってあれ本当に死ぬぐらいの勢いで痛いですよ、はいはい、するわけですもんね、もう全身本当に、はいはい、もう俺はもう体を体験しましたよ、はいはい、だから俺はもう点滴終わった瞬間なんて、はい、行きがなんか救急車で亡くなって、帰りも送ってくれんかなって言ったら怒られたんですよ本当にで、そのぐらい辛いでしょ、いや、わかりますよ、門馬さんって、うん、僕の先輩が、
その人も最初僕ら水抜き始まったばっかの頃で、はい、水抜きがそんなに日本でまだやってる人少ない時に、ボンマさんもやったら試合の前、計量終わった後に全身つって、駅のホームでつってたんですよ。こうやって動けなくなって、ピキーってグワーってやって、こんなって動けなくなってたんですよ。それってもう回復するんですか、そうなった状態の時。それで水分取ってしっかりあれになったら、もう次の日は大丈夫です。まあでも結局、水とか、まあ、よく OS マンとか結局どんだけ飲んでも1時間に吸収する量って決まってるらしいんですよ、はいはい、だから血管から無理やり入れるってことですよ、はい、そうですよね、一番早いもんね、そう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 、はい、だから昔韓国人の選手なんかは自分で点滴打ったりしてました、持ってきて、はいはい、それ一人でこうなった時はどうするんですか。いやもうなんともないですよ、もうどうしようもないですよ。さっき駅の人はどうなってたんだろう。これちょうどなんか急にガクッと減りましたね。なんかまたカクカクしたんですから、90人また戻るんじゃないですか。600ぐらいいってたのに、はあ、でももうその人は水分取って、はあ、でなんかうかーってなったところでちょっとずつ取って、はあ、それで回復しなきゃいけないです。動いたら終わりですか、はあ、もう動いた瞬間僕も全部するんですか、はあ、どうもそう。喋るのは大丈夫なんですか。まあ、でもね、やっぱ喋るの声出ないですもんね。もう辛いと思います、ね、もうなんかあの本当に減量してる時って、はい、みんな声カッサカサになるんですよ。喉張り付いたみたいで、じゃあ本当に誰かにお水くださいとも言えないぐらい、お水くださいみたいな感じになるんですよ。いやマジでそうなんですよ、はいはいはい、まあでももうそのレベルじゃないんですからね。もう辛いことは辛いですよ、はいはい、だから僕がもしも、うん、今のにうちとか日本のファイターでやるんだったら、うん、もう計量終わった後にもう予約すぐ入れといて、はいはい、終わった瞬間行きますね。いや昔はそれずっとやってたんですよね、うん、みんな、うん、でコロナで一時期、うん、病院がもうダメだったんですよ、はい、全部やってくれなかったね、うん、今はだいぶ良くなってきたんで、でも本当ね今ね、うん、みんなね昔に比べてもうテクニックがすげー知れ渡ってきて、はいはい、もう量が多くなったんですよね、水着抜きの量が、うん、昔よりも、うん、みんなギリギリの量でやるんで、はいはいはい、本当にあの4キロとか、うん、もう本当に一気にいくんで、もうミスったらもう何か起きたらもう落ちねえぞみたいな。いやでもだからあの救急車で搬送されて計量行きませんでしたっていう人も、うん、夜になったら電話あってチケットどうすればいいですかね、行ってくるやついますかね、うん、普通に戻って、うん、やっぱし、うん、朝倒れてるやつとか簡単に夜戻ってますよ実際、うんうんうん、そうなんですね、そのすっげえ辛そうにしてて、うんうん、いやもし試合とか言ってもお前絶対水取ったらお前ピンピンしてるからなっていう。そうでもちろんねあのスタミナとか絶対影響あると思うんですよ、はい、でも意外とちゃんと最後まで働かってるもんね。いや大体大丈夫です大体大丈夫ね、それはこれもう、ね、お前のそのお前のその辛そうなのって俺はこの間海斗君がそんな状態になった時に弟が普通に平然として見てたから大丈夫かなと思ったもんね。まあでもねあれはねあそこら辺は兄弟愛深いから多分追い込みたくないっていう気持ちで、そういうことだ、知らないふりしてるっていう感じで、あそこはねすげえ兄弟愛深いんですよ。だからお前行けるとこまで行けって僕が言って、うん、あいつ言いたくなかったんだと思う。そういうことね、行けるとこまで行けって言って、お前カッコつかないって言って、うん、でもまあいろいろありましたよ。だからこの間のシュートの問題もなんかあったでしょ、当日計量にしたとか、うんうん、昔は当日まで当たり前でしたから ね、 そうすね、もう今やっぱりドクターストップがかかるし、うん、試合ができる状態じゃなくなるんで、もう絶対当日にはやらせないっていう、うん、やっぱり相手の選手からしたら明日までやらせてくださいよっていうのはあるんですけど、うんうん、ルールはルール守るしかないから、うんうん、ね、いや僕も思うのは、うん、他が悪いとかじゃなくて僕の意見としては、うん、もう受け入れた方がいいんじゃ、工業の方たちもこれはなくなんないし、ペナルティを増やしたところで、うん、その抑止力に僕はなってないと思うんですよ。だってその瞬間の苦しい時ってそんなこと考えてないってことですよ、はいはい、実際だから僕ら思うのはよくペナルティとかノーコンテストルールでやるじゃないですか、はいはい、それで試合やった時に頼むからノーコンテストオーバーした方を勝たないでくれと思ってますよ、はい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 、心の中 で当てるなよ当てるなよと思うんですよ実際に。ねえ、はい、いやこれで当てるなよと思うんですよ実際。これの海斗君もすごいじゃん、やめろよやめろよって顔しそうですよ、当てるなよ当てるなよと思うんですよ実際。 KO しそうでしたから、そうやめてくれと思う実際。そう、そうでもそういういろんな経験があるんだけど、でも俺本当思ったんだけど、この間名古屋大会行ったんですけど、やっぱりそうは言っても、
今のまだ東京と地方の大会とかをやっぱりやるとスタッフも違うじゃないですか、うん、やっぱりなんかいろんなことをやるレギュレーションとかも多少やっぱり違うから、うん、ドクターも違うじゃないですか、うん、だから東京のドクターはここじゃ止めないっていうのも、うん、地方のドクターだとかだったら止める可能性もあるじゃないですか、うんうんうん、そういうこともあるこう考えたらなかなか一概に同じルールでっていうのはすごく難しいですね。難しいですね、うん、やっぱりその経験値もあるじゃないですか実際、うんうんうん、だからなかなかその辺を統一するの難しいなと思いますね、うんうんうん、そうですね。でもあれなんですよ、うちがあのユーネクストさんが、うん、あのいつかなこれ最初にディープ配信しますって、うん、ツイッターで載せたんですよね、うん、公式で、うん、あの3月の28ぐらいかな、うんうん、ねあの USC の後に、うん、881万表示ですよ。すごっ激バズったと思う。すごくないですか。すごくないですか。すごくないですか。ユネクスのやつを見てても、はい、まあ USC を放送しますっていう時はすごかったですよ、はい、こんなん、まあ、ないんですよ。881万、すごくないですか、ね、すげえ、すごいですね。誰が見たんだと思うね、本当ですね、うん、すごいな、インプレッションねえ、もっと放映権くれんかな。へえ、やっぱ北野さん楽しくないやん。何をですか。いや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 楽しみ、ね、いや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 、すごいですね、880万、数字楽しみですね。でですよね、ユーネクストであのディープやった時の閲覧数が、あ、出るんですか。出んじゃないですか。出ないでしょ。それはでも佐伯さんたちは分かるんですよね、はい、いや、分からない。教えてもらえないですか、回った時の。分からんな。ちょっと出ますよね、はい、うん、でもなんか今週のベラトールもそうだけど、うん、ねえ、気楽にユーネクストで見えるっていうのは幸せですね。まあね、幸せですね。そういう格闘技が、うん、じゃあまあユーネクストでバッと見れるってもう楽ですよね。だから僕この間の USC も、うん、あの前のなんかあったじゃないですか、タイトルマッチ、あのアレサニア、アレサニアの、え、そのホロウェイ、あ、違う、その前、ホロウェイの前の週なんだっけ、アレサニアじゃないですか。アレサニアって言うの、アレサニアと、分かんないけど、あのアレックス・ペレイラですよ。そう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 、はいはい、逆転見れましたよ、ユーネクストで。あの3回ぐらいやったやつね、はいはい、見ちゃったもんね。やっぱり普段見ないのに、ユーネクスト全然見ないですか。見ない見ない、だって見る方法分かんないよ、ホワイトパスです、ホワイトパス、ホワイトパス入ってないもん。でまあもうユーネクストでもう見れますよね。ね、入ってないんだからさ、でだからユーネクストで見えるなって言ったら見ちゃったもんね、たまたま起きた時に、ね、追っかけやるからすごいですよ、ね、そうですね。だからそういうのを考えると、やっぱり見やすくなりますよね。まあそうですね、うん、格闘技選手はちょっとこうね、あの、あ、選手っていうか見る側は本当楽ですよね、一個こう入ったら見れるなみたいなね、そう、うん、そういう時代ですよね。うん、そうっすね、うん、時代がね。ライジンとかの、うん、せっかくなんで来週ライジンあるじゃないですか。ああ来週だ。そうっすよね、牛久選手と朝倉選手どうですかって言ってますって意見が、質問がすごい多いですね。どうですか、どうですか、勝って牛久朝倉未来ですか。いや難しいっすよね。でも相性的には僕はミクルの方がいいなっていうふうに、まあみんな同じこと言うよ、みんな同じこと言うよ、みんな同じこと言うよ、みんなこと、まあまあまあね、自分のところの選手を信用しないとかじゃないんですけど、はい、うん、僕は正直言って厳しいなと思ってますよ、うん、ただ本当に牛久選手がミクル選手をずっとやりたかってたんで、はいはい、その自分のモチベーションだったりとか、はいはいはい、もうすごいんですよ、うん、やっぱ相手がミクル選手って言うから、うん、もう今回牛久君の応援ってとんでもない数来るし、やっぱりその辺、うん、多分下手したら人生で格闘技だから最大のイベントだと思うんですよ、はいはい、だからそのぐらいかけてる思い強いんですけど、はい、やっぱりその僕らも前から言う牛久選手の強さ絶対的な強さじゃないじゃないですか、うん、ストレートに強くないところで強かったじゃん、うんうん、そういう意味では、うん、そういう見方しちゃうとやっぱりミクル選手のが、うん、本当に何て言うかな、うん、有利じゃないかなっていう部分もあるんですけど、うん、逆にミクル、もう牛久君なんか負けても失うもんないって、うん、ミクル選手だから、うんうんうん、そういう意味で一番リスクの相手がないんで、うん、そういう意味では楽しみですね。牛久君がこうフィニッシュするイメージがないんですよね。いや、それはずっとね、うん、それはずっとそうだ。だから
うん、じゃあずっとその淡々とした展開になっちゃうと、うんうん、ミクルの方がいいよなと思うんで、そうだね、ね、ただ僕が思うのは、うん、ミクルってすげえ待つから、うん、もう牛くんが、うん、あんまりやらないんですけど、自分からガン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 アタックしていけば、はい、その攻めてるように見えて、うん、牛久くんが勝つ可能性はあるなと思ってて、はいはいはい、牛久くんがこう試合をちょっとこういつもよりもペース早められれば、はいはい、いけんじゃないとかって思うんですよね。だからそこら辺ですよね、はい、淡々とやっちゃうとダメだろうなと思って、はいはい、と思ってますね。そうですね。これで平本くんと、この間ゲストの斉藤さん、そうですね、はい、斉藤くん、うわ全くこれこそ一番分かんないんじゃないか。分かんないですね、ほんと分かんないね、うん、でもなんかあの平本くんの打撃の感じとかで言ったら、うん、あの斉藤くんテイクダウンできるんじゃないのかなとかと思ったりするんですよね、うん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 、まあ斉藤選手もすげえ秘めた闘志が今ありますからね。そうですね。ね、うん、超格闘技というの。そうですね。あの秘めた闘志。いや面白いですよね。やっぱりロッキーマルティネスも出ますからね。そうですね。ココイチのカレーを食べに来ますよ。ロッキーマルティネス大好きなんですよ。あ、そうなんですか。へえー。そう。いやまあだからあれでやっぱあそこら辺の人たちがフェザー級の次期挑戦者みたいな感じになるんですよ。でもね、うん、でもね、俺思ったんだけど意外と、うん、意外と今整理されてきたら意外といなくないですか、フェザー級。あ、いるんだけど、なんか、うんうん、あのこれというまだ微妙な、あの今見たいなっていう人ですか、順番的にね、なんか、うんうん、そうですね。そう、そこの部分はなんか一周しちゃったかなっていう部分と、これから何を求めるのかなっていう、これで、ね、うん、ケラモフが堀江君に勝ったじゃないですか、うん、絶対面白くないのは、うん、クレベルケラモフは絶対面白くないじゃないですか。それはないでしょ。絶対ないでしょ。でもだからケラモフかわいそうだよね。そうだって本当にだって普通に考えてるんですよ。普通に考えたら、うん、これでミクル君勝ったらクレベルじゃないですか、うん、まあ、その前にクレベル選手と鈴木選手がどうなるか分かりませんけど、うん、はいはい、まあ、僕は唯一クレベル選手が危ないと思うのは鈴木選手と、ね、僕も思うんですけど、唯一ね、はい、僕はだからそこを超えたらそれがあるんですから、はい、クレそうするとねえケラモフさんの立ち位置変わらずだよね。それ金ちゃんもそうじゃないですか、うんうん、なんかライズのフェザー級の、うん、クレベルがチャンピオンでいて、うん、で朝倉未来平本蓮のあれが強すぎちゃって、そうなんですよ、そうなんですよ、あのどうしてもカードのベースがそっちからいっちゃうんですよ。そうだから結局金ちゃんとかケラモフがどうであろうが、うん、そこが飛び越えることは、うん、あそこら辺に絡まずにタイトルに行くことはもう絶対に、だから順番で彼らと誰その連中がいつやれるかの話になっちゃうんですね、次。そうですね、それを考えたったらまだ時間かかるかなって思っちゃうんですね。だから本当のこと言うとトーナメント一番いいんですよ。そうですね、話が一番だから、うん、そうじゃないと、もうでもそのトーナメントもミクロ選手の結果によってはクレベル戦がとかあるんだったらもうそれできないじゃないですか、うん、そうなっちゃうと思うんですごく難しいと思うんですよ、うん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 、そこはキャラがそこが強すぎる。そう考えたらなんかここに来てやっぱりフライ級の新竜が面白くないですか、うん、今日も堀口君に喧嘩売ってましたよね。今日も売ってたんですか。なんか見てたのね、はい、で堀口君もなんか言ってるでしょ、ホロガキってみたいな感じ、ホロガキみたいな、マジですか、新しい堀口ですね、超いいじゃないですか。そう、確かにこの勢いのままいくと、はい、確かにみんな見たくなりそうじゃないですか、実際。いや面白い、今面白いです ね堀口選手も対応したってのがいいです。そうやっぱりなんか堀口君って、うん、ご身体というか、なんか、けなしちゃいけない日本の格闘技界が、汚しちゃいけない存在じゃないですか。でもそれがクソガキって書いてあると面白いですけど、実際。そこで死ぬから、逆に言ったら、それって、温め方次第じゃ相当面白くなりますよね。あれ、この前の、新竜君のあのコメントめっちゃ良かったですよね。まあ、知ってるかどうか分かると、あいつとんでもないやつですからね。制御不可能ですからね。そりゃそうですよ。
どんだけ俺が苦労してきたか、実際今シュウさんが苦労してると思いますけど、どんだけ苦労してきたかとか、うん、それ親子ですか。いやいや、そうそう、いやそのぐらいやっぱりもともと口も悪いしね、うん、そう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 、もともとそういうあの生意気な人間ずっと生きてるんで、実際そう、そういう意味ではここに来て面白くなったよね、はいはい、いや面白いですよ、うん、あいいですね、いやいいですね。だから問題はうちが5月7日に決勝があるんですか、はい、本田選手と、はい、福田選手、はい、この優勝者が今後どうするのかなって一発目とか思っちゃうね、うん、それはすごく難しいね。そうですね、だって4試合も勝ち抜いてきて、はい、次一発目で、うん、なんか厳しい相手で負けるのつらいよね、もしもだったら、そうですね、佐伯さんならやりかねないか、いやいや、だってで、まあ、モチベーション高いと思いますよ、はい、賞金300万と、はいはい、あるしね、ギャラ別で、そうそう、うん、だから次勝って、うん、勝って300万か負けて50万かってなっちゃうとさ、はい、そうなっちゃうじゃん、はい、ね、いやすごいっすね、すごいっすね、ね、面白いな、ね、新竜ってキャラで頑張ってると思ったけど、あれは素だの素ですよ、全然素です、これは明らかになりました、ね、あんなのもあんなの見せてないとこだからさマイク振ったら面白いこと言いますよ。いやだって前もそうでしょ、一、はい、回落ちてタイトルマッチやる予定が、はい、ジム作るからできませんって言いましたからね、いやいやお前約束したんじゃねえかって話して、素ですよ、ちょっと自然なんですね、お話聞きに行きたいですね。この間も控え室で大阪の時もあったけど普通に生意気でしたよね、そう全然いいっすね、うん、いいっすね、うん、俺はだっていい、ね、その後、まあ、最終的に新庄って大木君とか見たいですよ、はい、元同門ですよね、元同門ね、そうですね、いいっすね、そんな意見ありますね、うん、そう面白いっすよそれは、フライ級は全部、うん、パラエストラ松戸関連ですよね日本の今最強は平達郎、はいはいはい、新竜、扇久保、釣り屋で、あそこで4人トーナメントやってもらいたいですね。でもね、ノードと USC、まさかのメンバーと呼ばれましたね。本当ですね。ちょっとびっくりしたね。うん、びっくりしましたね。えっと思ってね、はい、何人か落ちたら聞いたけど、えって思って、ね。そうですね。ね、松島君とか。まあ他にも。丸山選手でびっくりしたんですね。他にもね。だから、ね、やっぱね、中国、字勝たしたいんだろうね、多分ね、うん、ああ、ね、そうですね、ライト級とかね、ねえ、みんな大沢さんの YouTube に新竜呼んで話聞けばいいのに、そう、ね、呼びたいですね、呼びたいですね呼べばいいじゃんそうですね、俺から言うと嫌だよ、もう俺から言うじゃなくて柊さん、柊さんが言って東京たまに来てるから、はい、あ、行きますよ、俺って言いますから、絶対柊さんに、うん、そう、絶対、はい、行くらくれますかとか言ってちょっと、でも今呼びたい人ですね、そうですね、そんな、あ、確かにね、いや確かに面白いかもしれない、ああ、いいですね、うん、カジタックさんのところ出てましたからね、ああ、まあね、あいつもそういやね、18歳でチャンピオンになって、17歳でね、和田君とタイトルマッチ一発、いやー、その17の時ですよね、そうなんだよ、すごいすごいですよね、すごいね、うん、うん、それは楽しみだ、でもね、来日ランドマークチケットもないしね、ああそうっすね、ね、みんなから連絡ありますよ、ああいやー本当ですよ、ああ、ね、すごいね、ちょっとまた、まあ、佐伯さんもいい時間なんで、そうだね、またゴールデンウィーク終わって、はい、分かりました、また来てくれますか、はい、分かりました、終わってからね、いやよろしくお願いします、はい、分かりました、いろいろ来日も、来日もそうだし、うん、ディープの7日ありますかね、7日の日でしょ、はい、7日終わりで、6日の日にライジンが有明だって、次の日これだけ、はい、俺朝からですからね、そうですよねまああとはもうやっぱジュエルスの伊沢アムザロケット、はい、本当に佐伯さんいいのっていう、なんかね、あ、528でしたっけ、528、もうこれ年末だって伊沢さんとやりたがってるやつ、レイラとかもそうだし、山本美夢もやりたがってんのに、うん、その前に全然知られてないしかも強い、ね、全然知られてない格闘技ファンしか知らない格闘技ファンしか知らないアムザロケット、まあ問題動きが早いんでね、半端じゃないですよ、うん、で打撃も強いんで、うん、打撃もって打撃が強いんでしょ、いや寝技なんですよ本当に、
で、だって黒帯で完全に重々だから全部優勝しますからね。え、でもあれ、ムエタイでしょ。いやいや、え、ムエタイ、アムザロケってムエタイから来て柔術になって、柔術も黒帯で、あれ、じゃあもっとムエタイですよね。もともとムエタイ打撃結構やばいやつですよ。やばいし、あの、で、あの柔術もできるんですよ。柔術ももうタイの代表ですから。はい、まあそうだ、ちょっとレスリングが弱いってことですよね。いや、それは分からん、前の時。うん、そうだね、まああの時はちょっと体格の差もあったしね。うん、まあそんな感じです。アップセットなんかあったら、え、どうすんすか、大変なことになっちゃいますよね。大丈夫ですよ、それ。まあでもそれが今までのプロモーター感覚から言わせると、うん、そこでどっちに転がっても転がせるっていう。そういうことですね。そういうことですね。さすがだな。縛りましたね。はい、そんな感じです。ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあご飯行きましょう。行きましょう。ありがとうございました。